です。成人式がですね、やってまいりましたね。とってもね、楽しかった覚えもあるんですけど、この二十歳の冬にですね、ちょっと家でですね、母親が体調を崩しまして、入院をしたんですね。まあ、その時に書いた歌ではないんですけど、その時のことを思い浮かべながら次の曲は歌いたいなと思ってます。おととしじゃない、去年でもないな、おととし出した、僕たちの初めてのミニアルバム、ファーストミニアルバム、始まりの黄緑という曲の中に入っております、千羽鶴という曲を聴いてください。声を
選抜るでした。ありがとうございます。